どうも、シュートです。さあ、今回はですね、ちょっといつもと変わった、入り方なんですが、まあ、サムネイルとタイトル通り、ベッカムの、アイコニックベッカムの使用動画、即使用の動画なんですけれども、まあ、試合中のね、音声も撮ったんですけれども、まあ、ちょっとなんかあんまり喋れてなかったかなと思うので、まあ、今回後付けで解説していこうと思います。まあ、能力値とかはね、また後で見ていきますが、まあ1試合目はですね 4-3-1-2、これはジャニーオカント監督の右の CMF で使ってるんですけれども、まああんまり、まあ、使いこなせなかったかな1試合目は。まあちょっと今ここでね、かなり角キープするんですけど、ちょっとやっぱベッカムでかなりボールは持ちすぎちゃいましたね。ただでもね、ドリブルはほんとしやすいですね。ここもね2人かわすんですけど、まあこう3人目かわして、まあちょっとね相手に当たっちゃって、結果的には奪われる形にはなったんですけれども、まあすごいまずここが黒沢のあのアイコニックベッカムとは違うポイントかなと思ってて、まずドリブルがすごいしやすいですね。まあ前回のベッカムに関してもドリブル数値まあ85以上はあったかな。でまあフィジコンボディコンも90ぐらいなんで、まあもちろんね持ちやすさっていうかフィジカル面はすごいあるんですけれども、やっぱり逆足頻度1っていうところがすごい気になってました。ただでも今回のベッカムは、確かドリブルがもう95以上乗せてきてて、まあ逆足頻度1は変わらないんですが、まあぶっちゃけね、ワンタッチパス切れたといえど、この試合とかまあその後の試合でも見せていきますけれども、ワンタッチね全然パスできるんですよね。そこを考えてあげると、まあワンタッチパスの有無っていうのはそこまで気にしなくていいのかなと思います。でまあドリブルの話に戻りますけれども、まあドリブルに関してはもう本当に数値が爆上がりしてすごい使いやすくなってたので、まあここはね見事に決められちゃいましたけれども、まあ普通にこっち使う方がいいのかなと。まあその当たり始めなんでね、まあそれはそう思ってしまうのは当然なんですが、まあ数値的にはまあこっちの方が使いやすいんじゃないかなと思います。スピードとかも上がっててね、ドリブルも数値上がってるので、やっぱドリブルしやすいんですね。でここのワンタッチね、やっぱずれずにここまで精度のいいパスを出せるので、まあワンタッチパスはいらないんじゃないかなってこのシーンで僕は思いましたね。まあもちろんワンタッチパスっていうのはすごい有能なスキルなんで、まあ必要だろうって思う人もかなり多いとは思いますが、でここね、ここの運び見てほしいんですけど、やっぱねドリブル超しやすいんですよね。ちょっとハイライト入れようかなと思うんですけれども、いやここのドリブルのしやすさがね本当に異常。バーストすごい使いやすいんですよね。やっぱ CMF って結構ドリブルしやすいポジションだと思ってて、 4-3-1-2 の CMF とかね、まあ中盤の選手ですね。 DMF もまあ DMF でドリブルするのは NG かなと思いますけれども、やっぱスペースがかなり空いてるので、まあ中盤はね、まあ相手寄せてくるのも遅いですし、まあ大体リトリートで、まあ、引いて守るっていう人がほとんどだと思うので、そこをねうまくつけるんですよね。まあそこでねしっかりドリブルできると、まあ他、選手がその後に寄ってきて、寄ってきたら他のとこにパス出すっていうことができるので、まあこのドリブルしやすいベッカムっていうのはまあかなりいいのかなと思いましたね。ここもね、まあ、かなりクイッ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 と、ドリブルキレよくできるので、まあ逆足頻度1も気にならないかなと。でもまあ下がったとはいえど、ボディコンフィジコンもかなりやっぱベッカムまだ持ってるので、まあ、その点考えたらやっぱ今回の方が強いのかなと思っちゃいますよね。まあオフェンスセンスとかも確か上がってたかな、そんな気はしますけれども。でまあここはね取られちゃって、まあ前半終了かな、まあ3対2と、まあまあまあぼちぼちいい感じのね入り方にはなりましたね。ただでもねここまでの時点ではまあぼちぼちやな、まあどっちでも黒沢ベッカムでもいいかなみたいな感じには思ってたんですね。でまあ後半ですね、まあ後半はそんなに試合動いたイメージはないんですが、あこの監督ダンジェローやったかな、カントじゃなかった、カントやっけな、あカントかな。さあここベッカムしっかり持てて、でここのパスもいいですよね。でまあここすごい惜しいシーンだったんですけれども、やっぱりこの中盤でのベッカムのキープ力っていうのがかなり生きてきてるので、まあクロスターベッカムは正直まあドリブル数値とかボディコンフィジコンもまあ高いとはいえど、すごいやっぱ逆足頻度1のせいで奪われてたので、それを考えたらまあこのこねやすさは偉大なのかなと。まあワンタッチパス自体そこまで気になってないので、まあこの時点ではまあクロスターベッカムでもいいけど、まあドリブル結構したいというか、まあ中盤で結構こねたいなっていう人に関しては、うん、まあこっちのベッカムの方がいいのかなと思ってるかな。さああんまり試合が動かないですね。ちょっとあんま覚えてないんですけど、まあここフォルラン強って思いましたね。
ここのフォルラン強いですね。やっぱフォルランは、まあバチバチに強化は入ってますよね。昨日動画上げましたけれども、やっぱりフォルランはバチバチに強化されてますね。はい、まあ1試合目は、まあ特にこの後見れるところもなく、特に解説しどころもなく終わりましたね。はい、では2試合目ですね。2試合目に関してはですね、OMF 起用で、やっていきました。まあ OMF にですね、B2B の選手あんまり個人的には置きたくなかったんですが、まあちょっと点取らせたいというか、まあ、もうちょっと使用感見たいなっていうので、まあ、前線の方が見やすいかなと思って OMF に置きました。まあ、B2B の選手を OMF に置いてしまうとどうしても守備にね、貢献してしまうので結構下がってくるんですね。なのでカウンターとかが差しにくいかなと思ってて、まあ、そのカウンターじゃなかったら、カウンターサッカーじゃなかったらまあいけんのかなと思うんですけど、やっぱ前線にね、なかなか残ってくれないんで守備にね、下がっちゃうので、まあ、そういった意味で B2B の選手あんま置きたくなかったんですが、まあ、意外や意外めちゃくちゃハマったので、まあ、残りねあと3試合見ていくんですけれども、まあ、2試合目3試合目はね、もう前半でギブアップされたので、まあ、そのまま、もう時間もねそんなに尺取らないかなと思うので流すんですけれども、4試合ね今回は見ていくんですけれども、本当 OMF ね、かなりハマったのでちょっとこれから使っていこうかなって思っちゃうぐらい強かったですね。で、まあ、ここはベッカム抜け出して、まあ、ちょっと惜しいシーンですね。はい、ではまずここですね。ほら、しっかりね、ベッカムが上がってきてくれてないんですよね。やっぱ B2B の選手は上がりが遅いんですよね。まあ、ここやっと上がってきて、そこにスルーパス出して、まあ、ちょっとディフェンスと交錯ありつつも、しっかり右足で流し込んでくれると。まあ、こういうフィジカル、ボディコンの部分もしっかりあるので、まあ、事故を生むこともできるし、アグレッシブネスもね、まあ、割とあるのかな。まあ、やっぱ使うなら左、右の CMF がいいのかなと思うんですけれども、まあ個人的にはそのヘルベルトとかチェレフチェンコとかの ST でやっぱこの選手は使いたかったかな。 ST つけてほしいですね。本当に右ウィングはあるんですけど、やっぱ右ウィングはあんまり僕的にはあの3トップの監督を使えないので、もうそう考えるとやっぱ ST 欲しかったかなって思います。やっぱあれだけ前線の能力値高くてね、パスも上手くて決定力も高くてオフェンスセンスもあるんで、まあ前線の方が多分魅力的ではあると思うんですよね。でも OMF では B2B の選手はあんまり輝けないと。まあ難しい問題ですよね、ここは。はい、じゃあここですね、カマラ、それからクライフでフォルランが持って、クライフ。で、ベッカムの上がり待ちつつ、ベッカムが上がってきたところにロブソン流してあげて、右足ズドンと。まあキーパーの手には当たってしまいましたけれども、ゴールと。まあポスト当たってキーパーの手に当たって。まあラッキーゴールっちゃラッキーゴールですけれども、やっぱシュートの威力も、まあかなりあったんじゃないでしょうか。で、まあこういうとこもね、しっかり運べるんですよね。もうここが本当に、まあちょっと取られましたけど、やっぱ二人に囲まれてもしっかり、ボールを持てる技術があると。まあ今回のベッカムはね、もう本当に使いやすいですね。さあ、いきなりカットしてね、後半の66分に飛んできたんですが、まああんまり見せ場がなかったというか、まあ試合も全然動いてなかったので、もうカットしてきました。で、まあここ、カマラ持って、でまあもうすぐ得点シーンが来ると思うんですが、ベッカムここね、やっぱワンタッチパスずれないでしょ、まあ、そこがねやっぱでかいんですよね。ワンタッチパス持ってないのにもここまでずれないパスを出せるので、でまあこういうキープ力もね、まあ奪われましたけれども、まあキープ力もあると。でまあここあー取られたね取られちゃったね。でもカマラでカットして、キャンベルパス、ベッカムここのパスですね。まあ質がいいこと、すごく素晴らしいパスを出してくれましたね。なんでまあ OMF 起用やっぱありかなと思っちゃったんですよね。でまあここで確か試合終わったかな。はい、ギブアップされて試合終了と。まああと2試合ね、前半だけなので見ていきましょう。さあ3試合目ですね。この試合は確か20分ぐらいでも試合が終わったので、まあサクッとサクッと、カットせずに見ていきましょう。まあこの試合も OMF 起用で、使ってますね。でまあこの試合を通して感じたのは、まあ、ある程度抜け出しは良かったので、あ、まずここですね、ファールもらって、まあ、ここはベッカムで蹴らせるんですけども、まあ、フリーキックなんでね、まあ、もちろんベッカムさんなんでもちろん決めてくれるだろうと信じきって蹴った結果、もちろん決めてくれましたねでその OMF 起用、やっぱゆっくり攻める分には、まあ、全然使っていけるのかなと思いました。やっぱカウンターでは刺さらないんですが、ゆっくりと攻めていく分にはベッカム全然使っていけるのかなと。ここですね、しっかり時間かけてため作ってベッカムの上がりを待って、まあ、最終的に外れてしまったんですが、まあこの抜け出しも素晴らしかったですし、やっぱオフェンスセンスが高いので、まあ、そこを考えるといい飛び出しもしてくれると。
まあ、やっぱカウンター以外ではこのベッカム OMF っていうのはかなりいいんじゃないかなと、ボディコンフィジコンあって、確か85以上はありますよね。でスピシューンもあって、ドリブルもできて、パスもできて、決定力もあると、抜け出しもいいので、まあカウンター以外なら OMF ベッカムは輝くのかなと思いましたね、この試合を通して。でここなんですが、パスゴを入れて、このトラップですね、完璧なトラップから右足でぶち込むと。いや素晴らしいね、後ろ向きのボールめっちゃトラップしてるもんな今の。そんなんできんやん普通。でまあそろそろ3点目のシーンが来ると思うんですが、まあこの辺カットして、ベッカムでカットして、まあやっぱ下がってますよねだいぶ。でもここで OMF ベッカムの上がりをまずしっかりと、いろんなパスをつなぎながら待つと。でロブソンで最終的にここかわして、スルーパスで左足でズドンと。左足でもね、まあ精度は高いので決めれると。いや素晴らしいねベッカム。でまあここで、まあまだ終わってませんが、ギブアップ、もうすぐされるので、まあ試合はね終わっておきましょう。カットしていきます。次の試合見ていきましょう。はい、ではラストですね、4試合目、OMF 起用で、見ていきましょう。まあどれもね補正をかけて今回は使ってます。まあホルランもね新しく来たことですし、まあしばらくはマンチェスターユナイテッド補正が、輝くのかなと、みんなもねかなりユナイテッド補正使うと思うので、まあしばらくは使っていこうかな。でまずこのベッカムね、いや素晴らしいよね本当に。やっぱここかわせるところがまずでかい。でしっかりかわせてこの根下をぶち込めるので、強いよなOMF ベッカムの時代ももしかしたら来るのかもしれないですね。まあ数値的には本当に理想的な形なんで、まあ B2B っていうプレイスタイルと、あと逆足頻度1っていうところさえ引っかからなければ、 B2B ベッカムがOMF で輝く時代も近くはないんじゃ、遠くはないんじゃないかなと思ってます。なんで近くはないって言ったんやろ、まあ、日本語が下手くそですね。やっぱ低学歴はバレるもんやで、こういうところで。でまあクライフで、まあ司令といい根下決めていきましたね。まあこっからはあんまり動かなかったかなと言っていたら、前半が終わっちゃいましたね。で後半の頭に点決めたはずです。まあそろそろ来ると思うんですけれども、まずここ、相手の開幕カットして、ここベッカム抜け出しですね。やっぱカウンター以外は本当に刺さりますよねベッカム OMF。 いやすごい良かったですね。でまあ確かここでギブアップされましたね。まあ今回試合動画は以上となっております。さあ今回ですね、まあ音声後取りで、解説していきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ最後の方はまあベッカム OMF のプレイ集みたいな感じにはなっちゃったんですが、まあ前半冒頭にね、かなりベッカムの方解説はしていきました。でまあ能力値改めて見ておきますと、まあポジションはこんな感じですね。まあすべて、適性はつけました。で補正かけると能力値こんな感じで、まあ補正かけなくてもまずこの決定力からオフェンスセンスまで、まあ95超えてますね。まあ素晴らしいですね。でまあもちろんプレスキック、カーブもカンストと。でスピシュン91の瞬発88ということで、確か瞬発はねクロッサーベッカムの方があった気はするんですけど、やっぱスピード90超えてくるのはでかいですね。まあそこもドリブルがしやすくなってる要因の一つなのではないでしょうか。でまあフィジコン91、ボディコン89も、まあ90前後ここまであるんか。いやそりゃ強いっすよねそりゃ強いで、スタミナ98もあって、まあディフェンスセンスとかボールダッシュ、アグレッシブネスもまあまああると。ただ逆足頻度1なので、まあそこがね、ちょっと怖いかなっていうところではあるんですけれども、今のところ全然気にはなってないですね。で、根下ミドル、ワンタッチシュート、スルーパス。まあその辺のスキルが優秀かな。まあアウトスピンキック、それからワンタッチパスがなくなってしまったのはかなり痛いところではあるんですけれども、まあこの B2B ベッカム、まあ OMF。で使っていくかわかんないですが、 CMF ならもう本当にガチスカ級に強いんじゃないかなと思いますし、まあ1試合目はね輝かせるためにかなりボールは持たせましたけれども、そんなことしなくてもねベッカムは非常に強いんじゃないかなと、はい今回使って思いました。でまあ OMF はねなおさら意外とめちゃくちゃハマったので、まあもしかしたら OMF で使っていくかもしれないですね。まあ、とにかくクロサーベッカム持っててワンタッチパスないベッカムはそんなにいらんかなって思ってる方も、まあ全然パスはずれないので、まあ、そこは気にしていかなくてもいいのかなと思いますし、まああとはドリブル面、それからスピード面ですね。まあその辺が結構上がったりしているので、まあドリブルの面がかなり気になってたというか、まあボールキープしにくいよね、ドリブルしにくいよねって思ってた方は、まあ乗り換えてもいいんじゃないでしょうかね。でまああとは B2B なんで CMF に置いた時、まあ無印よりかは上がったり下がったりを積極的にしてくれるのかなと思いますので、まあスタミナ97も存分に活かしていけるのではないでしょうか。はい、それでは今回この動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。